そうか。魔法局が掴んでいた情報と違いはないな。今回の件は、なかったものとして扱われるそうだ。だろうな。巨獣が再び現れて村一つが潰されました。なんて、混乱と不安しか生まない。でも、その話、あの三人にはするなよ。大衆を守る者の判断。将を捨て、大勢を助ける。根本的な考え方としては、俺は近しいから平気だが、あいつらはそういった闇を知らない。わかっている。私もさすがにそこまで猛録はしていない。あの三人は、今、どうしてる？三人とも、普通に過ごしてるよ。って言えればよかったんだけどな。一番マシなのは篠だな。そんで、きつそうなのはミネルヴァだ。篠は今も普通に生活しているように見えるけど、巨大なものが昇降しているのを見ると、動悸が速くなったりと、ちょっとしたフラッシュバックに襲われてる。パチェは、極端に肉とかそういったものを避けるようになった。あとは一日のうちにぼーっとしてることが多くなった。ミネルヴァはあれから自分の屋敷に戻って以来、屋敷どころか、部屋から出なくなったらしい。多かれ少なかれ、三人ともダメージを負っている。そうか。お前は大丈夫か？はは、俺がこの程度で影響を受けるわけないだろ。さて、前座は終わりだ。本命を話してくれ。無駄に勘のいいガキね。すまん。魔法局は、今回の件を最も危険性の高いものとした。故に、策を用い、人を、魔法を用い、あの暴君を撃つことを決めた。そして、その作戦に、個人的にお前を連れて行きたい。まあ、それは別にいい。問題は、どれだけの戦力がいるかだ。八天魔からは、私と、キアナという魔女が二人、賢者からは一人。もっと来れねえのかよ。難しい話だな。西大陸のある港近郊にて、リヴァイアさんの目撃情報が相次いでいる。その対処のために、賢者と魔女が一人ずつ向かった。それに、人類の脅威は、何も三大巨獣だけじゃない。人々からすれば、霊夢度ですら危険なんだ。世界各地を回り、その対処に残りの三人。ま、しょうがないか。それじゃあ、作戦には参加する。けど、俺から一つお願いがある。シノとパチェを守ってやれる。護衛が欲しいんだ。わかった。ならば、キアナの弟子を一人派遣するよう言っておこう。作戦会議の日が決まり次第、迎えに来る。それと、最後に確認したい。師匠、俺を連れてくってことは、そういうことだな。ああ。お前の中の悪魔の力、存分に使っていいぞ。というわけで、何日か帰ってこないけど、大丈夫か？はい、っていうか、イーナ様の弟子っていう方が衝撃です。せっかくの指定水入らずのお出かけなんでしょ。私は大丈夫よ。すまん、シノ、パチェ、さすがに本当のことを言うわけにはいかない。ああ、少しゆっくりしてくるよ。それと、俺がいない間は、ここに知り合いが来るから、なんかあったらその人を頼ってくれ。了解です。その人とも仲良くできたらいいな。めぐみ、本当に出かけるだけなのよね？当たり前だろ。ちょっと散歩がてらのデートさ。よう。久しぶりだな。いいな。ああ、久しいな。キアナ。今回の件は、さすがの魔法局も隠せなかったか。くく、ざまあねえな。相変わらず、魔法局が嫌いなのだな。は、当たり前だ。俺としては自分の手でぶっ潰してやりたいぐらいだ。と、そんで。誰だ、その後ろのやつ。お前の愛人か何かか？それとも。もしかして、ペット？さすがに俺でも引くぞ。そんなわけないだろう。私の弟子だ。弟子？魔力がないのにか？なんでもいいだろう。それに実力だけなら私たちにも匹敵する。マジか、なあなあ。これが終わったら俺と戦おう。やだ。いや何回。まあ、今はいいや。最後の一人も来たし、会議を始めるか。遅れてごめんなさい。思いのほか魔導列車が混んでたわ。聞き覚えのある声に、振り向いてみると、そこには、アリス。ふふ、この間ぶりね、めぐみちゃん。改めて、アリス・シー・オーレリア。隠立の賢者の称号を賜っているわ。ただのギルマスじゃないとは思っていたが、まさか賢者とは思わなかったな。賢者と言っても、末席も末席よ。集まったな。それでは、作戦を伝える。
ここが襲撃されたって村か。食った痕跡もねえ。ただ踏んだだけかよ。相変わらず、居住の連中は何考えてるかわからねえな。お前は、デリカシーというのがないのか？被害者が近くにいて、その話題を振るのか。めぐみのことだろ？はは、あいつはそんなの気にしないだろ。気にしないから、当たり前みたいにここに戻ってこられるんだ。まあ、確かにそうだが。お前どうやってあんなネジが飛んでるやつ見つけたんだよ。俺なんて世界飛び回ってるのに見たことないぞ。ああ、でも、壊れてておかしいやつならいたけど。お前以上の狂人がいないだけじゃないのか？はい、俺のどこが狂人なんだよ。なんだよ、その哀れみの目は。いや、かわいそうなやつだな、と。めぐみー、お前の師匠がいじめてくるー。キアナはふらふらとめぐみに近づくと、腕を回しくっつき、おぶられるような体勢になる。おい、離れんか、このバカが。バカ弟子の作敵の邪魔をするんじゃない。めぐみよー、邪魔になってるか？いや、別に、黒い山を見つけるだけだから。だってよー、わかってんな、めぐみ。ち、ふん。イーナは飛行魔法で飛ぶと、そのままキアナにドロップキックを食らわせ、吹き飛ばす。てめえ、イーナー。なんだ、人のものにちょっかいをかける方が悪い。二人の機嫌はどんどん悪くなり、一触即発寸前。見つけた。ベヒモスだ。わかった。それじゃあ、作戦実行といくか。合わせろよ、イーナ。いつかの彼方、渇望せしと置き未来よ。我は望む。無限の荒野、頂上の城、世界をあまねく欲する渇望者。天命はなく、私は自由そのもの。至る、最果ての地よ、今ここに。空間魔法、プロクル、スパティウム。ベヒモスを覆うほどの巨大な魔法陣、前日にそれらは何重にも重なり、まばゆい光を放つ。作戦その1。キアナと師匠の空間魔法で、ベヒモス周辺の土地ごと転移させる。転移先は、北方大陸、その1区画にある、樹形の荒野。転移した先には、たくさんの武具を持ち、待ち構える様々な人々。壮観だな。さあみんな、ベヒモスが来たら、じゃんじゃか攻撃してちょうだい。作戦の2段階目、北方大陸の上位ギルドに声をかけ、用意した戦力。はは、北方大陸の連中に、魔法局の伝達役、さらには魔女に賢者と、もう一挙ダメ押しのそれに並ぶイーナの弟子、ここがてめえの処刑場だ。ベヒモスは、ひときわの睡眠から目覚める。群衆をなす小さき者たちを視界に捉え、またか、と呆れの感情が現れる。そのうちに、自身に群がる人間たち、いつも通り、ただ踏みつけるだけで全てが終わる。そう思った矢先、足の一部に微痛が走り、普段とは違う状況に困惑する。お前の性質は知っている。ベヒモスよ、お前が戦うのは今この場にいるものだけではない。何百年と受け継がれてきた、矮小な人間の営みと知恵、そして恩衆であると知れ。手のひらかざし